どうなっちゃうんだ。めちゃめちゃ急展開だ。宇宙まで来ちゃってんじゃん。大丈夫。あ、そのための、あ、なんか、間に合った。こじ開けも一緒に来て。あ、かわいい。いや、待ってこれ、クマさんマジ怖かったからさ。あれ、クマさんは、インク化してるってこと？体自体が。うへへ、マジ怖え。目が、人を殺める時の目してる。いや、でかすぎんだろう。君たちも、働き者だね。休むのも、仕事のうちだよ。いい上司みたいになってるけど。来なさい。永遠の休みをあげよう。エイミンってこと？怖え。やばって。どうすればいいんだ？もう始まってる。動けるじゃん。え、なにこれ？イクラキャノンってこと？これ回収した。キイクラだ。これ回収しよう。うわ、この曲、怖え。聞き慣れた曲のアレンジだ。いや、腰開けじゃ破壊できないのか。このケバインク。ケバインク壊さないと、クマさんのところまでたどり着けない。あ、そっか、キイクラで、腰開け食わせていけば。あ、いける。よし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 。この容量か。この容量。イクラの時と同じだ。うわ、なんか、嘘を息子が湧いてきて、スペシャル使ってくんの？なんか、アンズルだ。言うてそんなに脅威じゃない？今んとこ。あ、危ない。やばい。ケバインクをどうすればいいんだ？もうちょっと近くに。あれ？違う。直接当てろってこと？いや、違った。これ避ける。オーブンね。爪跡じゃん。インクの。あの隙間に当てるとか？やばい。攻撃の仕方がわからん。倒し方がわからん。あ、この隙間に、インク当てるとか？いや、ちげえな、絶対。ダメージ食らってなさそう。危ない！あぶねえ、ちょっと待って。どうすればいいんだ。ま、マジで倒し方がわかんない。何のヒントもないもん。しかも、足場、え、なんかどっか、キイクラある？もしかしてどっかに。探そう。なさそう。やべえ。うわ、スペシャル来るか。やっぱあの隙間で攻撃するんじゃない？ちょっとやってみるか。鍵詰めきたけど。うわ、隙間でかわしていく。スレスレだ。ここゲームオーバーしたくね。攻撃する。ずっと攻撃。やばい。あー、まあ、壊れた。いや、全体攻撃広すぎでしょ。終わったかと思った。今、キイクラ3つ持ってるんだけど、これどうにか使わないといけないのかな。隙間に一応攻撃してみよう。このインクの部分とか、毛の部分はダメージ入んないか。あー、これ避ける。あぶね、めっちゃ吹っ飛ばされる。やばい。怖いけど、今、でも今のところ言うて、脅威はないけど、一切攻撃の仕方がわかんない。これダメージ入ってんのかな？とりあえず打ち続けちゃろう。あ、入ってる。で、ここでケバインクを。噛みちぎれ！こっちだけ！いけ！終わりと始まりは繰り返すものだ。うわ、全然効いてなさそうなんだけど、これ大丈夫そう？あ、逃げられた？え、待って、モグラみたいに下から出てくるとか。あっちの方のケバインク。あ、距離離されてんのか。何それ、液状化なれるってめちゃめちゃ強くない？ははは。動きは遅いっぽいな、一応。そこまで速くないわ。やべ、第2ラウンド、ちょっと怒ったな。第2ラウンドが、でもやることは同じ。分かった。攻撃の仕方は分かった。あの、隙間のインクの部分にインクをぶち上げてて、で、膨らんだところを小鮭に食ってもらうってことでしょ。こういう雑魚はな、小鮭と、この相棒と一緒に倒していくから。いけ。もう食いちぎれ、全部。やべ、なんか、回ってない？でも、キイクラ取って。ちょっと待って。足場が回ってるって！落ちたんだけど。嘘でしょ？あ、ごめんみんな。地球終わったわ。これからは哺乳類の時代です。イカちゃんを哺乳類にしよう。マジ気をつけよ。急になんか足元が回転し始めたから。しかも重力もないからね。マリオギャラクシーみたいにくっつかないから。気をつけないと。キイクラ取るタイミングで。回るから。回転する前に早くキイクラ回収しないと。あ、これクマさんがシャトル回してるってこと？ロケット回転。いや、力強すぎでしょ。これ小鮭食って。頼む。間に合ったかな今。ギリ間に合った？オッケー、食ってくれてる。やべえ、めっちゃ速くない？回転のスピード。じゃ、ライジンステップじゃねえと、これ間に合わねえぞ。いや、むずすぎない？ちょっと待って。危ない。今、ちょっと体、今、一周浮いた。オッケー。危ない。こちらにどうしよう。いや、ずっと待ってんの？もしかして。回転しながら、これ、キングラ回収しないといけない感じ。めっちゃむずくない？じゃ、くそ！落ちたくない？死にたくない？回収した！こいつのザッパどいてな、今。それどこじゃない。お前ら相手にしてる場合じゃない。待って、逆回転じゃね。ちょっと待って、忙しすぎる。オッケー、あと1体。おっと、倒した。しかも、爪跡来た。だが、金いくら全部、多分回収した。こっからは僕のターンよ。ひたすら、インクワの体に、お前、うるせえな。消し、もうお前相手にしてる場合じゃねえんだよ、こっちは。やばい、これ全体攻撃だ。避けろ。やばい。違った！ミサイルか！トリプルトレネードは華麗にかわしてく。全然華麗じゃなかったけど。まあ、生き残ればいい。生き残れば。やべ、これ絶対攻撃か。
絶対動きマジ怖え。クソ吹っ飛ばされるからさ。それでワンチャンケバインクとかに触れちゃったらゲームオーバーでしょ。こういうこと。これ来る。避けろ。爪攻撃は意外と簡単に避けれる。一回だけしか来ないし。隙間を切れる。よし、で、こしゃきに食ってもらう。さっきの金いくら消費したな。よーし、コアを食いちぎって。あと一個か。あと一個で倒せる。いや、意外とちょろいぞ。パターンさえ分かれば。相手も、どっかに逃げていくが、やることは同じ。でもなぁ、さっきまた、新しい攻撃仕掛けてくるかもしれないから、そこ要注意しないと。まじ、一回もチキン滅亡してっから。いや、ほんと、でかすぎでしょ。コマさんってもともとこんなにでかかったのかな？それとも、エキス吸収してこんなでかくなっちゃったのかな？当たり目の。わかんないが、あとは僕ら倒すために、うわ、ケバインかなんか、めんどくさいことになってる。足場がない。すごいとこまで侵食されてる。これ当たったら、即死でしょ？うわ、面白くなってきちゃねえか。ジャンプで、あー、ぶねえ。で、3個消費して、ケバインコ。壊していけ。壊れた、壊れた、オッケーオッケーオッケー。横に、うわ、マジ怖い。ヒヤヒヤするわ。やべ、めっちゃ、雑魚敵はこんなとこに湧いてる暇なくね？よしよし。避けていけ。あぶなー。ちょ、小尺に盾のやつは倒してもらわないと。正直きつい。盾は小尺にやってもらおう。いけ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 。あれあれあれ倒してくれない。だって足元が回転してるからか。よし、曲射。いやー、あぶね。今のはいい判断だ。ギリギリの曲射で倒すっていう。危ない。地面に緩急がついてる。ほら、回してる回してる。クマさんが回してるわ。どんだけ力強い。あんなに潰されたらもう、一生リスポーンできないよ。あ、帰ってきた。一周して回ってきたわ、タコたちが。おとりにして、しばき倒していく。ケバインクのコアがない。ケバインク、あ、これか、これか。これを噛みちぎって。いや、マジ、コシャキがめっちゃ活躍してる。今回の主人公はコシャキです。僕の相棒がめっちゃ頑張ってくる。メガホン来たし。しかもこれ、ワンのメガホンじゃん。当たったら即死の。嘘でしょ？まさかワンからいたのか、このクマさんは。なんか、これで7個集まった。あとコアに叩き込むだけ。あとちょっと、あとちょっと。ゴール目の前、地球を救うんだ、僕は。このどでけえ体にぶち込んだるわ。よけろ？慎重にここでボンミス。待って待って待って、2回攻撃？危な。また新しい攻撃仕掛けてきたが、アーマーに感謝して。あ、終わったみんな。死んだかもしれん。うわぁ、なんか耐えた。なんか耐えた。正直守りかと思った。ちょっと待ってこれ2回攻撃来る。避けろ。いや、避けれねえ。2回目マジ避けれねえ。だからもうあ、ありったけで肉が枯れても僕は戦うのをやめない。マジ泣き払い怖すぎるんだけど。アーマー回復した、アーマー回収。え、片手オッケーオッケー。7個コアを破壊した。これで終わりじゃない？さすがに。あ、なんかふさふさして意外と可愛いかも。いや、そんなことない。ふむ、君たち、なかなかやるね。しかし、時は満ちた。再び地球を、哺乳類のものに。なんで普通に喋れんの？自爆！マジか！執念がすごい。あ、いかちゃんか！もしかして、僕、先輩？え？どうしようみんな。あ、まだ終わってない。あ、なに、司令官？じゃない、なんだこのジェットは。新スペシャル？あ、タコハサか！タコアサが一番最初のステージで倒したのもう忘れてたわ。嘘ですよ。ギギ、状況すべて把握した。我らの縄張り、共に守るぞ。イケメンすぎるんだけど。急に共闘、熱すぎる。1と2の敵だったのが、今回3になって、一緒に戦えるのか。くっそ激熱じゃ。ちょっと待って。曲もよく聞いたら塩辛節やし。しかもこれアレンジか ?3 アレンジ？ちょっと待って。普通に若干今、鳥肌立ってんだけど。おー、この入り方やべえな。ちょ、感動するわ。やっぱ、塩辛節なんだよな、最後は。聞けば天国。歌えば極楽。おー、待って、すっげえ。鳥肌が鳥になれそう。こっからどうやってでも勝つんだ？操縦するのかな？小鮭が、どういうこと？小鮭が光り輝いて、自爆する気が、メカ進化するのかな？それとも太陽圏で相手の目をくらますとか？ちょっと、わかんない。本当に？命かけて止めるとか言わないでよ。そんな悲しい。見よ、魚介類たちの力が集まってきよる。うん？あったっけ？サーモラン始まっちゃう。今から、天より下し3つの光。
バンガリに使われる新魚、おじゃけ様。知らない知らない。なんだこれ。本当にメガ進化したんだけど、どちらかというか巨大マックスか。一緒に戦ってくるの。実は、こじゃけじゃなかったのか。こじゃけもクマさんも巨大化しちゃった。かわいい、かわいいか。まあ。もしかして僕の相棒ってやべえやつじゃ、だったってこと？姿隠してた？コアを攻撃して、こじゃけをサポートするんだ。と、司令は言ってるよ。司令何でも知ってな。あ、いや、じゃあ一緒に今からやっぱ戦うのか。誰が予想できたこの展開。地球だ。リターンオフザ、マンマリアンズ。哺乳類の帰還。うわ、ラストバトルって感じ。この地球を守るために戦い抜けってこと。背負ってるものがデカすぎんだろ。規模もスケールも全部。どうやって倒すんだ今からどうする。小鮭がでかくなって、コアさんも来て、全員でもうタコ殴りにしようってこと。相手クマだけど。吸引機。こんな形だったよ、吸引機。もろ掃除機じゃん。コアを吸引機だ。あ、要は相手のインクを全部吸い取れってこと。地球に着くまで、あと30秒。ここで333要素を合流したな。だって、掃除方法とかわかんない。これ免許持ってない。やばいやばいやばい。でも車の免許も持ってないもん、僕。ああ、やばいやばい。どうすればいいんだ。これ吸い込めばいいのか。ああ、待って、タコが乗り込んだ。お前ら、こういう時邪魔すんじゃねえ。さすがに、邪魔していい時としちゃいけない時ってあるでしょ。これ、掃除機吸い込んで。オッケーオッケー。コア破壊できた？聞いとる聞いとる。よし。で、しかも巨大化した小鮭がめっちゃ構ってるじゃん。かまってる間に横から吸い込めってこと？オッケー、任せろ。また雑魚が湧いてきそう。なんだこれ、偽物が浮いてる。これは吸い込めないのか。やべえ、痛い。めっちゃ痛い。待って、これ当たったらワンパンか。やべえ、アーマー一瞬で溶けた。避けながら、よし、アーマー回復して。いい感じ、吸えない。3分33秒って、急がないと。おっと、ちょっと制限時間焦らせんな。今食らった。オッケー、当たってる。小鮭がめっちゃ頑張ってるけど、うわ、めっちゃアッパー食らったじゃん。さすがに脳震盪するでしょ。大丈夫、やられたらそのままクマに食べられちゃうんじゃない。鮭の刺身とか生でいくのかな。それともちゃんと焼いて鮭のグリルとかにしてふっくら美味しく食べちゃうのかな。あ、塩焼きでもいいかも。でも猿でもわかる塩焼きのやり方っていうのをレシピ見ながらやったんだけど、僕失敗しちゃって鮭無駄にしちゃったんだよね。そのまま食われちゃう。急げ、後ろの方で吸引しちゃおう。吸、いやー、もう雑魚がなんで近づいた、湧いてくんだこれ。うぜー、ちょっと待って、スーパージャンプ溜まってないし、上でジャンプ。こいつらに変わってる暇、マジで。何でこれ。大丈夫、僕の小鮭が、相棒が死んじゃう。いや、ちょっとコアを吸い込め、吸い込んでるんだけど全然吸い込めてないじゃん。ダイソンにした方がいいんじゃない、そろそろ買い替えて。シャープでもいいけど、シャープの掃除ってめっちゃスプラの武器っぽいよね、デザイン。オッケー、よっしゃ、後ろも吸い取った。あと何個？あと1分しかないんだけど。大丈夫か？どうなってた？頑張れ。すごい。クマとシャケが戦ってるなんて、下克上かましてんじゃん。さすが大鮭様、横綱より強そう。うわ、待って、爆弾多すぎ。よし、今のキャラコン見た？めっちゃ避けた、綺麗に。オッケー、あー、待て、また雑魚が湧いたが、これ焦らずに。ゆっくり倒していけ。ちょ、お前、避けるんじゃねえ。オッケー。しばき上げたんで、あとちょっとでしょ。これでしょ、ラスト。これ怖い。いや、またなんか湧いてきたし、デブすぎ。あー、待って、逃げる場所がない。あ、終わったかもしれん。みんな終わった。敵が多すぎる。インクもねえし、だからインクが枯れてても僕は地球を救わないといけない。ノーミスできない。さすがにここで負けるのはダサすぎる、こんな雑魚に。待って、ちょ、こじゃけ、こいつらちょっと食い散らかしてほしい。よし、ゆっくり。やばい、小鮭がないから縦のやつ倒せない。オッケー。大丈夫。残り30秒。吸い込め。よけ、やった。コア全部吸引機したい。やりきれない。吸い込んだエネルギー、まとめて返す。何言ってんの？僕に分かるように説明してほしい。このままぶつかれってこと？ああ、ビームが撃てる。掃除機やー。おー。すごい、光が。蒸発しろ、このままいけ。やっ、頑張れ。どういった。あと10秒しかなかったでしょ。スレスレすぎる。君たちには負けたよ、あらゆる面においてね。過去を思うように強く、今と未来を見つめるのは実に難しいものだ。私の仕事もこれでおしまい。プーさんの蜂蜜みたい。それじゃ、お疲れ様。お、爆発しちゃった。美味しそう。なんか、巻き込まれてない、イカちゃん。あ、逃げてる、よかった。
すぐ心配になっちゃう。え、小鮭は、小鮭どうなった？ちゃんと、おー、生きてる。あ、ちっちゃくなるんだ。え、何者なの？この小鮭は。謎が多すぎる。塩辛のグルーヴを宿してる。そういうことか。え、かわいい、ここ。ここめっちゃかわいいじゃん。いいなぁ。かっこいいとかわいいの融合。あはは。それでも一緒に相棒なのは変わらないってことか。いいね。地球に帰ろう。いや、クマさん細胞一つ残ってたら、そっから復元して元に戻ってきそうで怖いんだけど、大丈夫？実はさ、エンディング時に、チラッと肉片が映ってるみたいな。うわ、ありそうなんだけど、怖え。なんか生きてそうなんだけど、どうなった？これで全て解決なんかな、本当に。あ、帰ってきた。ニュースだ。スリミ連合の、いや、なんかストーリー終わった後スリミ連合のイメージがガラッと変わったんだけど、全然違うわ。バンガラジオの時間、どういう、これニュースが流れるでしょ、今日あったことが。どんな感じで流すんかな。やっぱ適当にごまかしそうだな。えい、これはなんちゃん万太郎。えいえい、臨時ニュース、臨時ニュース、オーデンジナマズが戻ってきた。あ、そこだけ報道するのが。じゃあまあ、ワン、ツー一緒に、オーデンジナマズ戻ってきたのか。いやー、よかったね。これで電力とか解決するんでしょ？電力とかがなくて、お金がなかったから、スリミ連合は盗賊してたって感じだから。もうこれで全部解決か。塩カラーズのニューシングルが発表？お、塩カラーズの新曲？もしかしてやっぱ、スリミ連合塩カラーズのこと知らないのか？ん？この顔、どっかで見たことあるような。まさか。あ、やっぱりね。姉子たちじゃん。これ外から見るスタジオの中が見れるって、すごく裏側が見れてる感じでいいな。ちょ、クラゲ連れてこよう、やっぱり。透けてみよう。スリミ連合たちが全身全霊、気合い入れて応援させても、おぉよかったね。仲良くやってほしいわ、本当に。あー、これでもう全部終わったのかな。ちょ、若干クマさんの謎がまだ解明されてないよね。あと、博士とかの話も気になるんだけど、ワン、ツーの伏線であった。そこは今回語られなかったな。え、エンディングこれ。エンディングっぽいな。あ、エンディングだ。いやー、ついにクリアしてしまった。パート5で。意外と早かったな。うわー、インク飛ばせるわ、ちゃんと今まで通り。宇宙にインク飛ばせる。あ、このイラスト見るのめっちゃいいんだよな、毎回。うわ、ちょっと待って。感動するな。これ、しかもこれアレンジなんか、この、ハイカラ進化のアレンジな気がするんだけど、気のせいか？なんか似てるよね。終わっちゃったー。いや、今作ね、グラフィックがめちゃくちゃ良かったのと、ムービーが全部可愛かったのが本当良かったわ。司令官とか。めちゃめちゃ可愛いし、ところどころ凝ってて良かったわ。あと最後のラスボス、レベチだったな。今までで一番熱かったんじゃない？シチュエーションの時に。激アツ展開でしょ。タコワサと一緒に組むっていうのもいいわ。いやー、おもろかったな。まあ、難易度は、まあ、1と2よりも簡単だったかな。オクトエキスパンションみたいな感じはしたけど。いや、でもどうだろう。心の中のサンゴみたいな裏ボスとかいんのかな。あったらクソ強そうじゃない。やってみて、サンゴと戦ってみては。またサンゴってか今司令官か。あ、クマさんがラスボスって僕1年前に当ててたんだね、今思ったら。スプラ3が発売される1年前のスプラトゥーン2の時点で当ててたっていうのはすごくない？まあでも、ところどころやっぱ伏線隠し方がうまいよな。やっぱクマさんが関わってるんじゃないかっていう。サモラの謎とかも多かったし。ほんとよくできてるわ、そういう面でも。いや、もしかしたらちゃんと見たらさ、もっとなんか小ネタとか伏線とかがもっと回収できたりして、もっと面白い部分があるかもしんない。で、あと、実は言うと僕ね、これ初期装備らしい、僕の服。本当はフル装備までマックスしたらめちゃめちゃ強いヒーロースーツとかになるらしいんだけど、武器とか。僕知らなくて。全然強化のやり方とか分かんないままここまで来ちゃったから、ちょっと申し訳ない。まあ、小鮭がある意味めちゃくちゃ強かったからさ。まあ、そんな強化の必要性はなかったけど、もしかしたらもっとスムーズに、スタイリッシュに攻略できたんかもしれん。だー、やらかした。みんな知ってた？これ、最初から。強化できるってこと。あちゃー。あ、でも、どの道僕、競馬一句消費のためにいくらほとんど使っちゃってるから、強化できなかった気がするけど、どうなんだろう。これ最後まで見よう、このエンディングは。ここに名前が載ってるクリエイター、まあ、載ってないクリエイターに もう感謝しかないよ、本当に。こんな神ゲーを生み出してくれたことにね。しかもちゃんとプレイヤーのこと考えて制作してくれるのが伝わってくるし、何よりスプラに対する愛がすごかった、マジで。みんなも思ったでしょ？ここめっちゃ凝ってんなとか、ここのイカちゃんの表情やべえなとか、新しいギミックとか音楽とか、もうそういう要素を全部。正直これ一周するだけじゃもったいない気がするな。もうコンプリートするまでやるわ、ヒーローモードは。
あと、オクトエキスパンションの続きってか、DLC 追加コンテンツが楽しみになってくるな。ヒーローモードでこのクオリティでしょ。DLC いつ来るだろう、テンタクルズと、あと8号。あの続きとかもしかして描かれたりするのかな。だとしたらめちゃめちゃ激アツでしょ。オクトエキスパンションの BGM めちゃくちゃ好きなのね。いやー楽しみ。いつ頃追加されるんだろうね。まあ、1年後とかなのかな。割とすぐ追加されない気がするんだけど、まあ、全然情報出てないしね。それまでにはちょっとヒーローモードを練りに練ってやり込みたいわ。あ、イラスト可愛い。どれかアイコンにしたいぐらい可愛いや。このロゴとかも全部凝ってて、毎回すごいなと思う。デザイン性にめちゃめちゃ本気かけてて。いいね。あ、めっちゃこのインク綺麗。そういえば、オルタナの謎とかもね、ミステリーファイルでわかるっぽいよね、多分。あれ全部埋めたら。ミステリーファイルも貯める、あとヒーローモード限定のバッジとか、あと、アイテムとか、そこら辺も貯めたいし、あと武器全種類でクリアするとか、コンプリート要素であったりすんのかな。てか武器ってさ、ヒーローシューターしか今回出てこなかったよね。今まで1、2はヒーローローラーとか、ヒーローチャージャーとか、ヒーロースピナーとかいっぱい出てきたんだけど、今回一切出てこなかったな。やっと今ちょっと落ち着いてきたわ。さっきの塩辛節のクソハイテンポなとこのバクバク感からちょっと今やっと落ち着いてきたわ。特に1と2どっちか、まあ両方やってたらさらにいいんだけど、経験してるとね、さらにな、思い出補正も相まってもう神曲に聞こえる。初代スプラ老害みたいな感じじゃない？初代スプラ老害だからよろしく頼むわ。スプラ4、5、6ってこれから出てくると思うんだけど、それでもスプラトゥーン1の頃はとか言ってさ、絶対言ってるわ僕。あ、そう、スプラ1のクリアの後からちょっとリアルタイムで7年経過してるんだよね。2の時も得て、だから高技と会った時に107年目って言ったらしいのよ。僕気づかなかった。だからちゃんと時間もね、リアルタイムっていうのがすごいわ。逆に言えばもうスプラ1から7年も経ったのか。ずっとやってるわこのゲーム。怖え、時間の流れ。この間まで19歳やったのにな。絶望じゃん。え、待って待って、なんかさ、クマさん今浮いてなかった？今クマさん浮いてたよね。どういうこと？生きてるもしかして。クマさん映ってたよね。え、どういうこと？いや、続き気になる、めっちゃ。いや、これ絶対続きあるじゃん。新エンディングとかありそう、マジで。だー、今のなんとなく。いや、違うのかな、見間違いかな。あ、小鮭、タコ、イカちゃん。スプラトゥーン3、ヒーローモード、神ゲーでした。お、ヒーロースーツのレプリカもらった。これガチまで使えるやつだよね。よっと、クソかっこいいじゃん。しかもヒーローシューターもらった。あ、これ、ステッカー？あ、これ他のプレイヤーがつけたの見たことあるわ。羨ましいなと思ってて。くー、また世界、救っちゃったか。